皆さんこんにちは、マンダルグリフィッシュです。では今回は大戦略大東亜攻防史3、続きをプレイしていきたいと思います。前回は鹿児島湾で真珠湾攻撃のための演習ということで、主にね、航空機を使った戦い方、これをプレイしました。今回はその続きでいよいよ真珠湾の攻撃作戦を行っていきたいと思います。作戦の概要はこの後ナレーション付きで説明が入りますので、編成を先に皆さんにご説明しておきたいと思います。画面の左側がですね、今回投入する戦力です。冷戦、これを10ユニット用意してあります。それに96式の艦攻、これが5ユニット、さらにですね、艦爆隊、これも5ユニット用意してあります。なので合計航空戦力20ユニットプラス偵察機というような形にしてあります。ここでね、なんとかうまく戦いを制することができればいいのかなというふうに思っています。で、あとですね、双流型の空母、これに川口多門さんになってますけども、これ山口多門のことですね。であと川本五十六、これ山本五十六さんのことだと思いますけども、それぞれ載せているというところになります。お金がちょっと足りなくてですね、空母増やすことができなかったので、新戦力としてはこの2空母を投入していきたいと思います。では早速プレイの方を始めてみましょう。1941年12月7日、日本時間0030、ハワイ島北 250km に日本海軍第一航空艦隊と第二航空艦隊の姿があった。日本艦隊は偵察機による真珠湾の状況を確認。本来の目的である米空母艦隊がいないことに無念の声が上がったが、予定通り米戦艦群が停泊する真珠湾攻撃へ向け、攻撃隊第一陣が第一航空艦隊と第二航空艦隊から発艦した。攻撃隊はハワイ島へ到着すると山岳に身を隠しながら湾内に向け編隊飛行を続けた。そして0730時、真珠湾を確認した攻撃隊に無電で突入を意味するとの連想が発信され、前期突入の命が下される。そして約2丸後、真珠湾停泊中の戦艦を確認し、迎撃の気配がないことで攻撃の成功を確信した攻撃隊に、突入と雷撃を意味するトラトラトラの無電が発信され、真珠湾攻撃の火蓋が切って落とされた。はい、こちらが真珠湾攻撃の内容になります。まあ皆さんね、よくご存知だと思うんですけども、真珠湾を日本軍が攻撃したという戦いです。まあ奇襲という言い方を日本はするし、アメリカ側はね、宣戦布告前に攻撃されたということで、まあ、卑怯な攻撃だったというような言い方もされますが、いずれにせよですね、このゲームの中ではアメリカ軍のハワイ真珠湾に停泊している太平洋艦隊、その主力戦艦をね、叩いていきたいと思います。では早速まずマップから確認していきましょう。これがハワイ島ですね。で、どこに敵の部隊が停泊してるかっていうところからですね、偵察機を飛ばして確認していきましょう。おそらくこの辺りにいるのではないかなと思いますので、偵察機をね、中心に飛ばしていきたいと思います。では進めていきます。さあ、今真珠湾に向かって動いています。まあこの悪天候を利用してですね、にじり寄りを行ってます。まあ、航空機は飛べば飛ぶほど燃料を使ってしまうので、できるだけね、近づいてから発艦したいなという思いがあるので、まあ、ここはですね、奇襲作戦を信じて空母自体をできるだけ真珠湾に近づけていきたいと思います。さあ、では発艦していきます。冷戦から出していきましょう。ここから真珠湾に向けてね、まあ、まさに突入戦と、まあ、そういうことになりますね。冷戦はすべて爆走に変えていきます。爆走の上で
爆弾を、あるいはライゲキを行っていきたいと思います。どんな命令だろうが全力を尽くす。今全航空隊を発艦させてます。今回の敗北条件に関して言うとですね、今発艦処理を行っているこの空母、ここがやられてしまうと、まあ、ゲームオーバーになってしまうので、まあ、それがね、もう起きないようにとこういうことでいきたいと思います。96式の観光に関しては爆走2でいきましょう。これで全て爆走に変わったかな。出撃していきましょう。これだけの大部隊をね出していきますので、発艦した後の着艦エネルギー、ガソリンの補給に必要な着艦処理っていうのがちょっと心配ですね。せっかく空母2隻作ったんですけど、まあ、どうやら空母に関してはここでは出番はなさそうですね。この1隻の空母が司令部を兼任していて、その中で全ての運用を行うというような、ゲームデザインになっているので、せっかくこの真珠湾攻撃のために用意した空母はちょっと出番がなさそうですねと思ったんですけど、空母から空母を生み出せるという謎の仕様だな。これによって着艦処理がだいぶ楽になるかなと分かった以上は、艦攻艦爆全部出しましょう。おまけに陸上タイプの攻撃機も出せそうですね。96式の陸攻とかはですね使えないのかなと思って全部置いてきたんですけど、使えそうですね。陸戦隊はもうちょっと後に投入します。真珠湾を空爆するだけじゃなくて、ゲーム上攻略するには敵本拠地を制圧する必要があるので、陸戦隊もね、上陸をさせていくというのが、まあ、ゲームと史実の違いというところになるのかなと思います。ではこのまま進んでいきましょう。ちょっと怖いのでちょっとずつ進んでいきます。ホノルルまでまだちょっと距離あるのかな。敵の部隊は今のところまだ確認できてないですね。ここまで突っ込んできてますけど、さあ敵部隊が出てきましたね。ここは対空防御施設といったところだと思います。対空防御施設は無力化しておきましょう。早めにね、爆走できた甲斐があったというものですね。確実にここをね、潰しておきます。さあイベントも入りましたが、この後はまずは降車砲を潰して無力化していきます。真珠湾攻撃に始まった太平洋戦争、まあ、解釈はねいろいろあるとは思いますけど、まあ、あえてね、ルーズベルトが日本を挑発した、まあ、そういう説もあれば、日本がね無謀にもアメリカに戦争を仕掛けた、まあ、バカな戦争だった
まあ、いろいろね意見はあると思いますけど、その戦争の結果ね、今の日本はあるっていうことと、またね今時代ちょっと変わりつつありますよね。中国がアメリカをまあしのぐ勢いと国力をつけつつある今、アメリカ追従でいいのかっていうのもあるし、まあ、そもそも日本自体がねその覇権を目指すような国というかね動きでもないので、であれば強いものにね従うっていう当然の理論にはなると思うので、まあこのままねアメリカに追従するのか、あるいは中国ともう少し仲良くやるのか、まあいろいろね考え方あると思いますけどね。まあ、とにかく僕としてはまあ5年後10年後とこの先も日本が今と同じか今以上にね繁栄してくれてたら嬉しいなと思いますけどね。さあ舞台は真珠湾の方にそのまま突入していきます。さあ敵戦艦が出てきましたね。ネバータ、ペンシルベニア、この辺りは戦艦ですね。まあ、これらの戦艦を撃破するのが今回の作戦の一番のね目的対象となるので、しっかり撃破していきましょう。迎撃機も出てきたな。爆撃機ですね、フォートレスは。まあ、冷戦このね真珠湾攻撃始まった、それとね太平洋戦争の初期段階では無敵の強さを誇ったとなってますけども、ゲーム上では意外とちょっと脆い部分もあるので、消耗したらですね確実に母艦に戻って補給をして修理をして、長く戦ってもらえるようにね、配慮しておきたいと思います。なので母艦は補給がしやすいようにもう少し前線に出しておきましょう。さあだいぶ敵の陣容見えてきましたね。ここからは観光隊をつけて魚雷で沈めていきましょう。今がニューオーリンズですね。3分の1か。今攻撃仕掛けているのが観光艦爆隊で攻撃を仕掛けてるんですけども、1回でどうだろう、攻撃できるダメージ量としては3分の1から4分の1ぐらいですかね。なのでだいたい4回、下手したら5回ぐらい攻撃をすると敵の戦艦が落とせるっていうね、ちょっとそういう状態だというのが分かりました。でもちろん補給をしてあげなきゃいけないので、まあ、そういう観点からもですねちょっと難しいちまちまとした戦いになるかなと思いますので、このまま、攻撃を進めて時間を進めていきたいと思います。はい、意外とあっさりですね敵の根拠地爆撃して、攻略完了することができました。まあ、本来だったらね、敵の戦艦なんかを撃破するのを優先した作戦だったと思うんですけども、ゲーム上敵の根拠地これをね、壊滅させるとクリアになりますので、今回はそういう形を取らせていただきました。なので報酬がまたねたんまり入ってきましたので、生産に当てたり開発に当てたりしていきたいと思います。そして次の作戦がウェイク島上陸作戦、これをね、次回じゃあちょっとプレイをしていきたいと思います。詳細は次回ね、プレイをしていきましょう。